てほしいと懇願したら来てくださいましたよ。はい、ご紹介します。日経デュアル編集長の羽生幸子さんです。よろしくお願いします。日経デュアル、ね、あのホリプロ保育園も連載をさせていただいてますけれども、はい、ありがとうございます。編集長が来てくださいました。よろしくお願いします。まずお茶飲みながら、はい、お菓子食べながら、はい、はい、のんびりと皆さんもね、ゆっくりと見ていただければと思います。まだ美味しそうに飲みながらはーリラックスしちゃいました。はい、はい、さあ羽生さん自身も、子育て中のママさんということですかね。はい、はい、そうです。上が小学校2年生の女の子と、はい、下が年長さんの男の子で、はい、保育園と小学校に頑張って。大変ですね。大変ですけどね、楽しいですよ。やっぱり楽しいですか。うん、なんかついつい大変って言っちゃうんですけど、そう、なんかついつい口癖で言っちゃう、うん、最近私思うのが、はい、なんかいつも大変って言ってる感じって、ワーキングママって大変大変って言ってますよねって後輩の独身女子に言われて、あ、これはいかんと思って、楽しいんだよ本当はって言うように決めたんです。で、職場だとあんまり、いやでもね、なんだかんだたくさん今日もあったけど、お家帰って子供の笑顔を見たら疲れが吹き飛んだよとかって、はい、なかなか言いにくいじゃないですか。いろんな方いらっしゃるし、だからこうどうしても子育てとか子供の可愛さとかが言えてないんですけど、折に触れ、うん、子育ては楽しいって言おうと思ってます。最近素敵です。私も今日から言おうと思います今日から、はい、ついていきます。そうですよね、なんかついついなんか大変なことばっかり、待機児童になっちゃったのよとか、なんか小一の壁にまさにぶち当たってるのよとか、なんかこう共感したいからついつい言っちゃうんですけど、そうなんですよね。まあ、それは50言ったら、まあ、50言い過ぎですね、5言ったら5は楽しいことも言っていこうと思って、はい、だから心の中では本当にそう思ってるから、そうですよね。それをみんなと一緒にこう共有したいなと思って、日経デュアル毎日頑張って作ってます。はい、日経デュアルね、はい、ご紹介しますね。こちらが、働くママそしてパパに役立つノウハウ情報サイトということで、はい、昨年の秋から立ち上がったサイトですね。そうです、はい、そうですね、12月ぐらいから。12月、はい、はい、だから4ヶ月5ヶ月目ぐらいですね。まだまだ乳児ですよ。乳児さんメディアみたいな。だけどそう、でもおかげさまで、はい、会員になっていただくと全部の記事が読めるんですけど、はい、毎日数百人ずつ増えて、そんなに、はい、1ヶ月1万人ぐらいずつどんどん増えてます。あ、それだけやっぱり情報を皆さん欲しいんですよね。あと嬉しいのが、はい、4割以上がなんと男子なんですよ。え、男子っていうかパパ読者、意外ですね。ですよね、すっごい嬉しくって、それがなんか、ママさんメディアにはしてもちょっとつまんないかなと思って、子育てってママもパパもやるし、会社だと上司も同僚も部下も、もう男子いっぱいいますでしょ、はいはい、で地域にも男子いっぱいいますでしょ、いますでしょ。でだからそんなのみんなでやることなのに、女の人のだけの悩みとか女の人だけの解決法だけではちょっとこう両輪のうちの一つの車輪だけなのかなと思って、ぜひママ&パパにっていうのをちょっとキャッチコピーにしたら、なんとなんと今ね 45% ぐらいはパパさんなんですよ。すごい、やっぱイクメンの時代なんですね。そう、イクメンの時代。今日もいっぱいなんかこの会場にイクメンいっぱいいますけど、はい、そうなんです、今日ね、ここいる方はほとんど子育て中だったり、はい、唯一嬉しいです。うちのマネージャーだけが絶賛婚活中、婚活もしてない、まだ彼はまだブイブイ言わせてる最中ですから、それはまだ鉄道道真っ白ブイブイです、はい、それはしょうがないですよ、ねえ、
あでもやっぱり男性も、でも男性なんか一番いいですよね。やっぱりノウハウ好きじゃないですか、うん、男性って。そうです、そうです、うん、ちゃんとあの、なんていうのかな、クエスチョンとか困ったことがに対して本当はソリューションというか解決方法があるんですよね、うん、だけどそれがなかなか伝承されていきにくい分野だと思うんですよ、うん、で私もあの初めて妊娠した時に困っちゃって、誰に聞いたらこういいか分からないんですけど、うん、会社 の, その子育てしてでも働いている編集長の先輩がいたんですけど、うんはいはいはい、もう困ってつわり中なのに雑誌作れません、20ページもみたいな10ページに減らしてくださいって頼んだら、はい、あの悪気がないんですよ。だけどその先輩がね、先輩とかも編集長が、はい、あらハムちゃんおめでとうってそれだけだったんですよ。いいねってでね、でね企画なんだけどねって言われて、はい、この人は悪気がないと。ただその方は、はい、もうお子さんがね17、18だったんですよ、はい、だからもうねこう電車になるとこう下坊しちゃうとか、はい、そんなのもう忘れ去ってて、やっぱ忘れるんですね。忘れるの、そう、子育てって喉元すぎると暑さを忘れる分野で、そう、私もね今下が5歳だから、はい、そう0歳児の、ね、ママの保育園で見るとものすごい大変そうなんだけど、ディールは忘れてるんですよ。でそこをねちゃんとこう共有していくっていうか、うん、あの特効薬は渡したいし、うん、役に立つノウハウはもうぜひぜひ細かいところまで伝えたいしっていう思いでイケデュアルやってます。すいません、ちょっと説明が長くなったんですけど、そういうメディアなんですよ。なるほど。いやこれね、子育て中には本当にありがたいですね。やっぱりこう知ればそれだけでちょっとね、うん、楽になったりもしますもんね。そうなん、うん、ママがね我慢するだけのね世界じゃないんですよ。コツがあるの。コツがあるんで、両立にはコツがあるっていうのをキャッチにしてるんですけど、はい、そのコツを知らずにママが歯を食いしばるとか、うん、ママが泣くとか、うん、ママがイライラするとか、はい、それだけで乗り越えなきゃいけないんじゃないかなって思われてるんだけど、はい、そうじゃなくてこうあの子供の成長、うん、親の成長ごとにあの課題とやっぱ解決法があるんだなって思います。なんかそれ聞いただけで楽になっちゃいます。うん、そうか、一人じゃないですね。そう、みなちゃんが泣かなくても大丈夫ですっていうか、イライラするとか悲しむとかあの我慢するだけが乗り越え方じゃないみたいな感じ。イジュやばいっすね。もう涙腺が大丈夫とか言われるとすぐ泣いちゃうの。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、全然大丈夫ですよね。かわいい。はい、ちょっといやいや、もう、はい、はい、じゃあ次行きましょう。はい、ですね、じゃあそんなね、ハブ編集長にホリプロ保育園から6つの質問をご用意しました、はい、こちらになっております。だだ、あの皆さんもぜひね、これ聞きたい、あれ聞きたいということを書き込んでくださいね。はい、あ、そうそう、ママは我慢だけじゃないよねって来てますね。息抜きするの大事、大事、あと上手な手抜きねって来た。本当にそうですよ。そうですかね、手抜きっていうか、なんて言うんだろう、うん、あの全部やらなくていいですっていう感じですよね。しかもママだけがね。あ、そうですよね。そう、一人でなんか背負い込もうとなんでしちゃうんですか ね。なんかママってやっぱちょっとこうなっちゃうのかもしれないですね。母性本能でね、やっぱり自分が働いてなんかいなければこんなことにならないのではなんて思っちゃいますけど、激痛。だけどね、絶対に働いてるからこそお子さんが絶対にあの喜んだりしてることってあると思うので、うんうん、背中見てると思いますよ。本当にそうですよね。ダメだ、いかん。はい、いきますよ。さあ、じゃあまず1番からいきましょうね。泣けるってきてます。あ、泣きたい時のやつ、泣くといいさってね。そうですよ、うん、はい。さあ、じゃあこちら、まず日経デュアルとはどんなものなのということで、まあ今ちょっとお話にありましたけれども、はいはい、インターネットを見て、ねね、検索して、インターネットとかあとスマホで、はい、見れやすいようになってるんですけれども、毎日あの月曜日から金曜日、大体あの平日は必ず記事を、はい、5、6本アップしていまして。1日にですか。はい、
しかも渾身の取材執筆記事を、アップしていまして、カテゴリーが6つあって、はい、もちろん子育て、教育、はい、あとは、仕事、うん、あとは、お金、お金ダブルインカムですからね。これはそうシングルインカムっていうか、その専業主婦の私のお母さんのやり方とはまた違う、それこそコツがあるし、せっかく収入源が2つになるので、あのうまい貯め方というか使い方があると思います。あともう一つは、生活家事ですね、はいはい、手抜き家事とか、うん、帰ってから15分でいただきますっていうレシピとか、うわー助かる、時短のレシピも、時短ですね、はい、あとは趣味ですね、それこそあのレジャー、あの、はい、ゴールデンウィーク子連れでどこ行くとか、あとお母さんも働いてるところとこうオフの時とこうファッションの、はい、あの変化もあったりするので、そのちょっとしたコツとか、 あと6つ目は最後はパパっていう、はい、パパ専用カテゴリーがあって、おここはすごい人気ですね、パパカテゴリーは。ーあのやっぱり今ワーキングママってすごくこう国も支援して応援しているので、はい、あのマジョリティになって頑張れ頑張れって言ってもらってると思うんですけど、また上がる、大丈夫、ゲストさんが貼ってくれるっていう、すごい、ありがとうございます、ね、これ好き、これ親が知らない歌をたまに歌えますよね、なんかどこで覚えてきたのか。そう。何でしたっけ？そうです、そうです。そう、そう、そう、それでね、パパはね、はい、ものすごいマイノリティなんだと思うんです、今。だから、はい、私、子育て中のパパを全力で応援したくって、まあ、応援、私の家族がもうそうなんですけど、はい、やっぱり、普通の会社で働いていて、うん、子供がおねずれたから、早退しますって、うん、ママよりパパの方が言いにくいですよ。そうですね。言えないですよね。言えないですよね。うん、で、うちは今編集部全員子育て中なんで、あの会議中でもコピーとか鳴って保育園から、はい、ああ新井さんお熱ですよみたいなことがあるんですけど、新井ってうちの記者なんですけど、リアルな、はい、リアルで、なんかすごい青ざめてて、なんかもぞもぞしてて、うん、もう大体私分かるんですよ、朝の11時ぐらいになんか鳴って、そうですよ、もぞもぞしてて、もうああ来たなみたいな。11時が結構気になりますよ ね、 なんか午前中、あやっぱり持たなかったかみたいな、うん、また大丈夫です、すいません大丈夫大丈夫です、はい、そういう時にやっぱ、うん、ママさんよりもいわゆるイクメンがあのとっても大変な環境なんじゃないかなと思って、うん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 、でそういうパパさん、子育てパパさんを応援できるようなノウハウとか、いやあなただけじゃないよっていう、そういうルポもいっぱい書いてますし、うんうん、あとは企業の取り組みも今あのイクボスっていう言葉があって、イクメンもそうなんですけど、育児をすることに理解があるというか、はい、育ボス、ボスですね、上司、はい、育てる、まあ、上司というか、うん、でまあ、自分がもちろん子育てしてるのはあのもちろんそういう意味も入っているんですけど、はい、部下やその同僚、部下ですね、うん、自分の部下が子育てに直面している、うん、そういう時に男女問わずちゃんとこう適切なこう運用ができるというか、サポートができるというか、そういう、うん、あの人こそ言えるべきだなと思っていて、うん、はい、そういうあの取り組みを頑張っている企業に鋭意取材していますね、うん、そうですか、はい、いやそれはありがたいし、なんか男性も言えないですもんね、うん、そう周りがそういう環境だから、そうですね、かわいそうですよね、はい、あと共働きだときっと奥さんからすごいプレッシャー受けてるなるほど、ね、私も週3回お迎えしてんだからみたいな、つい言っちゃうんで、なんであなただけみたいなのって、はい、まあ、いろいろな夫婦のバランスがあっていいと思っていて、あの半分半分が大正解だとは思わないんですけど、うん、うちもなんか8になったときとか10ゼロだったときとかいろいろありますし、うん、各家庭でベストバランスがあっていいと思う、でそういうあのベストバランスの参考になればっていうような、あのアイディアや事例を紹介しています、うん、なるほど、
はい、そしてじゃあ2番なんですが、まあ、サイトがスタートして今まだ乳児だとおっしゃってましたけども、 はい、そこまでの道のりってどんな思いで立ち上げて、まあ、お話で今ちょっとしますけど、はい、うん、8年前に私初めて妊娠して、はい、あの悪気がない女性編集長大好きなんですよ、はい、今でも。でその人に、あ、これは伝承されにくい分野だなと思って立ち上げたいなと思い、はい、7、8年ずっと温めてまして、でもその間にもう個人的にも子供が2人生まれて、はい、もう1万人以上の働くママの声をずっとこう聞いてヒアリングして、うんうん、これは本当にメディアとして存在するべきだなと思って、いよいよだっていう時に、うんうん、去年に立ち上げたいというのを新規メディア開発っていうのにこう右手を挙げて、はい、ありがたくも社長賞をいただいて、それで創刊できることになったんです。はいですね、今増えてますもんね、働くまま。そうですよ、うん、やめないでしょ、なかなか。やめないです、しぶといですよ、今の女性は。いろんな理由がね、あってね、はい、そう、いろんな理由でいいと思うんですけど、うん、でそういう、いろんなブログとかも、やっぱ子育てブログとか、はい、ランキング、アメブロとか見ると、うん、なんか必ず上の方に今入ってますし、そうですね、うん、ね、出産されて復帰するっていうことも本当に増えてきてますよね、はい、そうだと思います、うん、今6割ぐらい、6割以上ですね、夫婦のいる世帯の6割は、うん、お母さんも何かしらの形で働いている。ああ、はい、パートもアルバイトも皆さん含めて、はい、6割ですか。6割なので何でも働いてないっていう、うん、まあ、今までずっと働いてないって方も本当少ないので、うん、多分新しい問題とか課題が増えてくるんじゃないかなと思いまして立ち上げました、うん、なるほど、はい、じゃあ阿部さんの思いがギュッと詰まったサイトなんですね、うん、そうですね。あと皆さんの働くママの喜びやら心の叫びやら安田園長の涙も、あ、もうね、もうダメですね、私もう今日お話聞いて明るくいこうと思いました。ついついなんか泣いたり、ついついなんか、ね、泣いちゃうよね。ねこんなんでいいでしょうか。もう泣いちゃうよねみたいなね。ね、本当ですよね。でも阿部さんが以前おしゃべりしてる中で罪悪感、さっきもおっしゃってましたけど、うん、働いてるママって根っこにあるの罪悪感だからねってポロッとおっしゃったのが、うん、ものすごい心に残って、うん、いろんなママとこうランチする時とかに、はい、いやこういうことを言ってた方がいてねって言うとみんなも泣くんですよ。なんか本当にそう、うちのスタッフも阿部さんの言葉をなんかママランチで言ったら号泣っていうの。お母さんはいつも涙袋をこう脇に抱えて育ててる、ね、うこうやって、ね、うん、涙袋がこうあってツンってつつけばいつでもわーって泣けるっていう。ね、頑張ってるもんね、オンでもオフでも、うんうん、だからそこは本当に偉い人種だなって思うし、それをやっぱみんな必死、旦那さんも必死だし会社は会社で必死だから、うん、ね、よく頑張ってるねって やられないですもんね。そうですね、すごくいいことしてるはずなのに、うんうん、ダメだ、よし、さあ、次行きましょう。今日はダメだ、おかしいぞね、本当に。あ、わかるわかる、うんうんうん、なるほど。独身だけど気になる分野だ、来てますね。あ、そうなんだ。男性の方ですかね、コメントいただいてるの、うん、もう多いですよ、やっぱり女子大生もどんな企業に入りたいかとか、どんな男を捕まえたらいいかみたいなの本当聞かれるんですよ、大学で教えてるんですけど。あ、そうなんですか。その目線がもう完全にママにもなりたいし働きも続けたいっていうのが、それは一体どういう会社でどういうタイプの男性ですかみたいな、答えを教えてくださいみたいな、そういう予習好きな女子多いですよね。あ、でも
ね、欲張っていける時代になってるっていうか、うん、欲張って、ね、そうですね、仕事も子育てもっていうね、はい、本当にそういう時期だと思うのでね、うん、はい、さあ、そして、まあ、働くママとパパをね、たくさんポロポロ行くな取材されてる羽生さんなんですが、はい、まあ、取材されてて、うん、一番今感じてることってどんなことがありますか？いることは、うん、そうですね、なんか、うん、ゆっくり泣いていいんだよって言ってあげたいというか、ちょっと待って、これはまた、これは大きな波が来たぞ今本当に朝から晩までね、みんな頑張ってるから、そんな時にこう子供が例えばこう会社行かないでっていう、ね、おしゃべりできる子だったら言っちゃったりとか、言われます、あとね、あの病気になっちゃったりとか、ね、あとはなんかこう友達とうまくいかない、あのもうちょっと年齢が上になってくると、こういじめたいじめられたみたいなことって、うん、もう大小ありますけど必ず出てくると思うんですよ、はい、でもそれって別にお母さんが働いてようが働いてまいが あるはずなんだけど、うん、どうしても働いているママは私も含め、あ、私が24時間お家にいられたらこんなことをさせられなかったのかなというふうな気分についついなってしまうので、うん、そういった意味でやっぱりママが罪悪感を必要以上に感じてるのかなと思いますね、うん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 、そういうのは本当にあのとっても素晴らしい育児をしているから、決してこう責めないでっていうか、あのそのままでいいんだよっていうのは伝えていきたいですね。いろいろな先輩を取材して、のことは。どうみたいな。誰か進行を変わってくださる方はいませんか？ちょっと私今日は本当に役に立たないかもしれないですね。はい。ね、大丈夫。うん。ね。言葉の重みがあってね、ゆっくり泣いていいんだよ園長って、そんなこと言わないでくださいよもう。あ、でも私辞めさせられたもんなっていう方もいらっしゃいますね。辞めさせるね、やっぱりまだまだそういうね、制度の問題ももちろんあるし、待機児童とかも多いし、ね、大変ですね。そう、でも頑張ってますもんね。そう、ちゃんとやってるよみんな。人生別に私働き続けいけなきゃいけないっていうふうに全然思わなくて、うん、理想はいつでもあの働けるようなチャンスが平等にあることがいいなと思っていて、やっぱりあの子育てに専念したいと思うことはとってもいいので、うん、それはいいなと思うんですね、選択肢の一つとして。でその時にちょっと手が離れた、例えばその9つ、うん、2が終わった後とかよく言いますけど、10歳になったらちょっと働きに出ようかなって思った時に、うん、もう10年ブランクがあるから働けませんっていうことだけじゃなくて、うんうん、平等にチャンスがね、うん、あるとどっちもこういけるっていうところがいいんじゃないかなと思っていて、うん、そういった意味 そのデュアルなんですけど、2つっていう意味の、うん、何が何でも死に物狂いで働き続けた方がいいよっていうことだけではないと思います。なるほど、はい、かかってるんですね、デュアルは。そうなんです、デュアルはいろいろかかってます、うん、仕事も子供も好きっていう2つと、うん、パパもママも同じぐらい頑張ってるっていう2つと、あとは親も子も一緒に成長していくっていうことで、うんうん、ママがやっぱ働いて社会に何かしら接点があると日々ね成長していけると思うし、うんうん、子供はぐんぐん成長しますから、親もストップしないで一緒に何かしら成長するといいなと思うので、そうですね、そういうような情報をお届けしたいです。はい、さあということで、今までねデュアルについていろいろお話伺ってきましたが、ハブ編集長も子育て中のママさんということで、はいはい、どんな子育てをされてるのか家訓なんかも教えていただければと。ないない、どうしよう、どうしようかな、うん、なんかこうこれだけは譲らないわよみたいなのって、はい、うん、
結構ね0歳の時から子供扱いしないってなんかよくわかんないから子供扱いしないっていうか、はい、子供ってこう突然、はい、なんで、うん、なんでママ月がこう丸かったり細長かったりするのみたいな聞かれた時に、はい、忙しくてはしょってなんかいやなんかほら雲が食べちゃったんじゃないみたいなそれもこういいんですけどあの、ね、ストーリーがあって、まあはい、それだけばっかりやってるとなんか子供もなんかあんまりこうそんなに満足してないなって受けて取れたんでちょっと紙と鉛筆持ってきなみたいなで地球と月のこう角度とかってこうやってやるんだよってでも本人は全部はもちろん咀嚼できないんだけど、はい、そういう感じでこう子供用のはしょったお返事をしないっていうかはそれはあのそんな科学の話だけじゃなくて例えば悲しい顔してママなんで働いてお家に出てっちゃうのみたいな、うん、はんのちゃんちのママはいつもお家にテープロンつけてて超羨ましいんだけどみたいなことを言われても、うんうん、そのなんかはしょらずにママはやりたいことが半分 50% で会社行ってますでもねあと半分はねお金のこともあるのよみたいなちゃんと言うんですね、うん、であんまりグロテスクなことは成長に合わせて言ってますけど、うん、こう嘘つかないというかあとなんか、うんうんうん、パパとママなんで不機嫌なのみたいなこと聞かれた時もなんか、はい、あんたが早く寝ないからよみたいなそんなこと言わないであの、パパがさこういうこと言ってさみたいなのとかあの大人と同じような尊重して答えるようにしてますねで面倒くさいなって思う時もあるんですけど朝のすっごい忙しい時にあの夕日はなぜ赤いのみたいなことされてます30分で答えられるかな30秒で答えられるかなみたいなのもあるんですけど、はい、そこは鍛えられますよ親力みたいななるほど、うんうん、あれとあれを言おうみたいな、うん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 、で常に真剣に、まあ、1日、ね、4、5時間しかこう接されないので、うん、いる時はもう真正面からあの子供扱いしないでっていうのがあの守りたいなと思ってるところです。できてない日ももちろんあるんですけど。そうですか。うんうんうん。ねちょっとコメントが結構多いですね。ちゃんと言うって大事。うん、うん、一緒に調べると楽しいね。いいです ね、それ、うん。一緒にね調べてね。うんうん。うん、で親も結構あ勉強になったなって。なりますよね、うん、子供と、うん、そうなんですよ、うんうん、漢字とかそうなんかこう話すはごんべんに舌だから言葉を舌を使って話すんだよって言ってドヤ顔で言ったんですよそしたら読むは言葉に売るだけど何って言われてやべえ知らないよで一緒に緩和してた緩和してた緩和してた中国の先生に聞こうみたいななるほどそしたらなんかこう新聞がなんか有料なんだとかとか書いてあって、はい、ああみたいなそれで一緒になるほどみたいな子供が次ドヤ顔ですよ、あママ知らなかったみたいななるほどねえさあ、そしてそんな幅編集長ご自身の今の子育てのお悩みってどんなものがありますか？そうだな、はいね、皆さんご覧になってる方のお子さんが何歳かわからないんですけど、はい、あのうち今上が小学校に上がっちゃったので、はい、あの学校の様子が全然こう保育園と違ってわからないところがすごく不安になりますね、はい、小学校って学校の様子がわかんないんですか？うん、そうなんですよなんか 入るまで全然わからなかったんですけど、はい、保育園ってもうなんだかんだ朝か 夜か引き取りに行くんであの保育園の先生と、はい、今日何々ちゃんちょっと元気なかったとかあそう、はいはい、であのあとこうお便り帳とかあると思うんですけど、はい、そういうところであ子供って今こんな感じなんだなって思いながら一緒に、うん、分かるんですけど、はい、小学校になるとさほどそんなにこう変わらないのに6歳7歳になる前で、はい、いきなり行ってらっしゃい行ってきますでもうそこから先がなんかもうブラックボックスっていうか分からないんですよね。で帰ってきてなんかランドセルの中からこう頼りになるのはもう先生のお便りプリントだけで、はい、これでなんかそれでなんかちょっとこう
うん、元気なさそうだなとか思っても、うんうん、もう全然暗中模索みたいな。そうか、何があったのか手がかりがないんですね。そう、だからちょっと寂しいもあるし、小学生のお母さんってどうやってるんですかね。なんかもっと知りたいと思うんですよね、で、だんだん恥ずかしがって何も言わなくなっちゃうし、なんか別にとか言われて、別に傷つく私の中から出てきたくせにみたいな、別にはないでしょみたいな。なんか皆さんも、うん、どうしてそうなのって、あのやっぱ保育園児がいる方が多いので、小学校のお子さんいる方ちょっと書き込みお願いします ね、 ね、すごい急に閉ざされた感じで手がかりが、うん、お腹が緩いとかそういうのもわからないんですよ。で、突然先生からなんかこう深刻な、最近ほなららちゃんは人のことを悪く言う回数が多いですとか、いきなりこうドカーンってきて、そんなことになってたのみたいな。なるほど、言われる時は結構深刻になってからお達しが来るんですよ。で、日々毎日やっぱりこう保育してくれてる先生と何かしらやり取りがあったって本当に大事なことだったんだなって今改めて思いますね。保育園の送り迎え、もう先生のありがたさ、一言交わすのが大きいんですね。なんでもないようなね、うん、ことなんですけど。なるほど。あ、ご近所さんたちはママたちで情報共有をしているみたいですよ、うん、って来て。そうそう、大事ですよね、うん、あと先生にやっぱり寄って違って、うん、毎日日誌を書いてくれる先生もいますね、小学校でも。うんうん、それは嬉しいですよね。先生によって違うのか、うん、確かにな。なので結構、ね、はい、積極的に地域のママとか PTA 活動とかした方がいいなと思うのは、うん、そういった感じで、うん、先生によくね、聞いてもらえるし、うん、あと読み聞かせの当番とかになるとしめしめと思って、あの授業の前に学校に入れるんですよ。公立、私うちが公立なんですけど、公立の小学校行くと、あ、なんか理由がないと入れないんですよね、あんまり小学校。そうなんですか、教室って。だからランドセルの置き場がどのぐらいぐちゃぐちゃになってるかとか、もうすらもわからなくって、もうそう、ゲゲ、何この昔のパンはみたいなよくちびまる子ちゃんとかね、そういう話ありますけど、うんうん、それがリアルで、あー、なるほど、なんか手が届かない存在にちょっとなるっていう、なっちゃう感じが、まあ子離れですかね、そろそろ。でもまだ6、7歳なのにね、急にですもんね、うん、小学校入ったらね、うん、なるほど、わあ、悩みは尽きないですね、じゃあね、はい、はい、ということで、じゃあ最後質問コーナーということで、ハブ編集長にこれ聞きたいっていうのがあったら皆さん書いてください、答えられるかな。あのメールで来てたのは、はい、やっぱり子育てと仕事の両立の秘訣を教えてくださいっていうことが来てたんですけど、そうですね、うん、どうでしょう、なんだろう、編集部と発行人が見てないことを祈って言うならば明日できることは明日やるみたいな。明日できることは明日やる、そう、明日でいいことは明日やるっていうか、あ、全然なんか前向きじゃないですよね、編集長は。いいのかな何も今急急になってやらなくても、そうそう、どうしてもこう前倒しで、みんな独身の時ってこうガーってやってたと思うんだけど、はい、特にね、やっぱね、女性のお勤めされてる方すごい真面目なんで、ママになっても超真面目で、すごいやるんですよね、うんうん、でそれでポキって折れる前に、あ、これ明日でもいいかなっていうやつ明日やるみたいな、よそはよそ、あ、うちはうち、明日やる、今日は今日、明日は明日みたいな、まあ、そのぐらいのこう、なんていうのかな、自分にこう許しを、ね、うんうん、ちょっとでも隙間を与えてあげて、うんうんうん、たっぷり寝て、ちょっと30分でも早く起きて、いい頭になって、ね、また明日の方がなんかこう元気に前向きに続けていけるかなと思いますね。深夜より早朝って思ってます、両立のコツは。仕事早朝ですよね、うん、私も4時ぐらいに起きるようになりました。もう寝かしつけて寝ちゃうんですよ。
おばあちゃんみたいでもう、よしにね、もう湯めちゃう。いや、寝かしつけた時に寝ちゃうんですよ、一緒に、うん、赤ちゃんと。8時やら9時やらでしょ。そうで、うちは9時半ぐらいなんですよ。で、そのまま寝て、はって起きると大体4時で、焦って。まあでも確かに7時間ぐらいだもんね。そう。で、え、でも授乳してると結構もっと寝ません？そう、いや。えらい、頑張ってる、頑張ってない、それ。あと、また雲行きが怪しくなってきたんで。あの、じゃあ、来月のその保育目標は、明日やることは明日やるに。それでいいのかな、決定しましたので、大丈夫かな、はい。よろしくお願いします。